ボーディングが始まりました。やっと飛行機に乗れます。このボーディングブリッジが短いですね。から長いのか、結構あるね。46A. For you, that science and rock. Three. 333だから。パッと見ヤーバスアップだから。330かな。6H ですね。これよく見たらすごい古いディスプレイですね。国際線で使ってた古いのを お下がりで国内線で使ってるんですかね。ちょっと斜めだと滲んで見えないですね。TN 液晶のすごい昔の TN 液晶のな感じですね。すごいですね。ほぼ満席ですね。この時期のプーケットをバンコクで満席ってすごいですね。フィッシュバッグが決まりましたね。これスクートだと320円とか、水も320円とかしますからね。疲れがしっかりやる。忘れますね。壊れている。結構ポンコツですね。窓のところも二重の窓になってるんですね。一昔前の機体ですね。綺麗20年弱ぐらいですかね。
ビジネスクラスですね。これ最先端の共通機材というのがないですね。こんなボロい昔の国際線の使い回しって広いですね。でもさすが、ボスワナ部分はここからが長いんですよね。到着してからが非常に長い。TG216 のバッグですね。でまだ出てきてません。久しぶりの国内線は本当久しぶりかな。スワンナプームで最近、連続してドームワン使ったんで、なんかスワンナプーム久しぶりですね。前がドームワン久しぶりだったんだけど、すごい空港ですね。やっぱり関西空港と似てるなと思ったんですけど、とにかくもう東南アジアはすごい、なんか空港を拡張して、今度はなんか鉄道の駅、トランポンの駅がなんかあの駅なくしちゃって、別のすごい駅今作ってるみたいですね。これかな。よし。早く輪っか出てきてよかった。さて。これからですね。バスで行くんで、7番出口に行って、S1 のバスかな、多分。確かそうだったと思います。なんか、関空からドームワンに来ると、発展途上国の、首都の空港だなっていうイメージあるんですけど、スワンナプームに来るとはっきり言って負けてるなっていう感じはしますね。関空はこうね、関西圏の成田とか羽田の次の空港なんで、でも成田はしばらく行ってないですけど、負けてるんじゃないでしょうかね。ずっと行ってないけど、昔東京住んでて使ってた頃の成田とかしか覚えてないんですけど、YouTube の映像とか見てる限りは、ドームワンよりは全然いいけど、スワンナプームとかには負けてるなっていう感じですよね。4番だな。ここから出ちゃうとタクシー乗り場の1回出て、それから7探してもいいんだね。ほらそこにライン S1 っていうのが書いてありますね。スワンナプーム川さん、ワットチャナソンクラブスワンですね。あれですね、あそこですね、 S1 ってライン S1 ですね。これに乗ったら川さんを通るんですね。分かりやすい。
値段は？ラストバスが 8GPM なんだね。結構使えないのが多いね、韓国から来ると。で、料金は60バーツですね。はい、乗りましょう。だからこれ車掌さんが詰めに来るパターンかな。ちょっと薄暗くてあれですね。近代的なイメージないですね。はい。